好奇心旺盛な子供でした。祖母が某観光都市の朝市で商売をしていた。私は当時3歳ぐらいだったと思う。よく一緒に朝市に行った。そこに外国人の老夫婦が現れた。珍しいものを見たのと好奇心から話しかけた。当時見知らぬ人に話しかけることが多く、親族は困っていたらしい。大学生に難しい質問を聞くことも多かったらしい。私は片言の日本語、英語でコミュニケーションを試みた。どこから来たの？アメリカ。何しに来たの？観光。など質問攻めにした。近くに有名な建築物があった。私は彼らをそこに案内すると言ったらしい。日本の子供とアメリカ人老夫婦のシュールな会話。最後、私は老夫婦とアメリカに一緒に行くと言ってダダをこねたらしい。その時の老夫婦の笑顔と祖母の困った顔が忘れられない。僕の家は日本人だもん。会社でお昼ご飯を電子レンジで温めていたところ、会社のアメリカ人が私のお弁当を覗いていた。いいな、それ美味しそう、食べたい。ダメだよ、私のランチがなくなっちゃうもん。魚大好き、食べたいよ。サバの味噌煮だよ、食べられるの？味噌煮大好き、照り焼きも好き、ご飯と食べると最高。日本人みたいなこと言うね。だって僕の家は日本人だもん。今日は諦めるから今度僕のために作ってきて。外人率 70% 超えの会社、こんな外人ばかり、なんだかな。